エドアル・シャルル・フィリップは、フランスの政治家。第58代ルアーブル市長、国民議会議員、エマニュエル・マクロン政権で、第23代フランス首相を務めた。1970年11月28日に、セーヌ・マリティーム・ケンルーアンにて、フランス語の教師を両親に誕生した。姉妹もフランス語の教授である。公安労働者の家系であり、曽祖,祖父と祖父は、貿易を行っていた。 フィリップはルーアン郊外で育ち、後にボンでバカロレアを取得した。その後、パリ16区の名門公立理セ、ジャンソンド・サイのグランゼ・コール準備級に通い、パリ政治学院に入学。その後、フランス国立行政学院に入学した。1997年にエナを卒業後、国務院に入り、政府調達を専門とした。パリ政治学院で研究している間、 ミシェル・ロカールをサポートするために年間社会党で活動したが、その後右派に接近した。2001年に、ルアーブル市長の自治体チームに参加し、ホーム担当アシスタントとなった。彼は、セーヌ・マリティーム県第8選挙区の2002年、フランス議会総選挙候補者となった。同じ年、アラン・ジュッペから広く人気を集めていた運動で右派と中道をすべて集結させようとしていた。 政党、うンプの創設に参加するよう依頼された。彼はジュッペが2004年に辞任するまで、総務部長を務めた。その後、デビボイスプリンプトン、LLP 法律事務所所属の弁護士となった。2007年5月18日から6月18日まで、環境、開発、エネルギー、運輸大臣を務めていたアランジュッペの官房の一員となった。ジュペが、フィヨン内閣改造で、 大臣職を解かれたため、フィリップは、アレバグループに入り、2010年まで広報ディレクターを、務めた。2017年5月15日に、エマニュエル・マクロン大統領より、首相に任命され就任する。6月11.18日の総選挙で、与党共和国前進は大勝し、6月21日に、第二次内閣が発足、7月5日に、内閣新任決議が、 賛成370、反対67で可決された。なお、フィリップ自身は野党である共和党に党籍を置いている。2020年6月に行われた統一地方選挙では、現職首相でありながら、ルアーブル市長選に出馬し当選。同年7月3日、マクロン大統領に首相職の辞表を提出して内閣は、総辞職した。また同日、 フランスの裁判所はフィリップと保健省経験者に対し2019新型コロナウイルスへの対応をめぐり不備がなかったかについて捜査を開始した。パリ政治学院の教師であるエディット・シャブルと結婚している。週に数回ボクシングの練習をしている。ありがとうございます。